続いてです。活躍しているメンバーの共通点はありますか？またこの人は違うなと感じたエピソードがあればぜひお聞かせくださいと。人生においてこういうの人はちょっと変わってるなって思った人、サイバーコントロールの松山博史代表取締役なんですけども、やっぱりこう出会ってから現在に至るまで成長が止まらないというかですね、本当にすごいなと思うんですね。代表であり一クリエイターとしての底力は衰えるどころか日々増していくばかり。やっぱり理由っていうのはいろいろあると思うんですけど、毎日めちゃくちゃあのエンタメ作品を見てるってところが普通にすごい。作品を追っかけてるっていうところのボリュームがえぐいですね。半端ないです。いつ寝てんだろうなって思うぐらいすごいなといったところに加えて、アウトプットもうまいんですよね。喋りというかプレゼンっていうところなんですけども、その自分が見てきた作品のここが素晴らしかったとかここが欲しかったとかっていう話を他の人にするときの話術がものすごくうまくて、めちゃくちゃ面白そうに思えるので絶対見ちゃうんですね。その話を受けたスタッフは、インプットとアウトプットがこんなにも飛び抜けてるクリエイターは後にも先にも松山博史。もうええわアホか、お前はちょっと何やこれ、え、人事担当から何かもらってんのかお前。あ、ちょっとあのさっきですねこういうこと喋ってくださいっていうカンペ渡されて、おいちょっと今社内のスタッフや、社内のうこういう人がなんかやっぱこう目があるって思ってたけどやっぱそうやなみたいな傾向でいいんじゃないですか。そうですね、まあ、ここは、まあ、ちょっと今回はですね該当者なしっていう形で、お前えぐいないただこうと思うんですが、なんつー取締役やこれ。これはですね、そこの椅子が空いてるのでみんな目指してほしいっていうところもあるので、うん、あえて今回はそういう話をしてるので、この動画を見たスタッフはですねどんどんその席を狙ってほしいなと思いつつ、その可能性を秘めてるスタッフの共通点、うんうん、まさにその松山市長が日々されているインプットの量が半端ないっていうところと、うん、はいはい、うん、アウトプットがうまい、なぜこの作品はここが面白いのか、うん、面白くないのか、うん、っていうところを分析して伝えられる能力が高い人間が、うん、やっぱりアーティストだろうがプログラマーだろうがゲームデザイナーだろうが、うん、現場でエースと呼ばれているスタッフになっている、まあ、もしくはなりつつある、うん、傾向としてはそうかもね、まあ、基本はやっぱりインプットアウトプットじゃん。俺らゲーム業界だからさ、ゲームソフトを触るのは当たり前で、外側からのやっぱこういろんな ね、インスピレーションを得るためにもやっぱ映画だったり漫画だったりアニメだったりそれこそバラエティ番組だったり、まあ、それこそネットだったりっていういろんなところからやっぱこう誰も見たことがない新しいもの作ろうってやっぱりやるわけやから、はい、やっぱ、うん、そうかなと思うんだけど、それに加えてね、俺がちょっと感じるのは化けるほど活躍するやつの共通点って減らず口、自信家、自分がやりたいとか思ってること、目標だって思ってることを言葉にするやつってなんだかんだやっぱ強いなって思うのよ、うん、だっていやもう俺絶対これやりますからとかって言ったところでできんかったらお前嘘つきやんって言われるやん、絶対やるって言ってたやんけって言うけど、結局そうやってなんか自分を追い込んでるというかね。この間の話やけど絵描き合宿うち定期的にやってるやんですね。だからうちの絵描きを選んでね言ってんやけども、魚川がさ、はい、今回急にあいつシネマティックなのに絵描きじゃないのにさ参加していいですかって言うから、え、漫画描いたことないよねっていう話を俺も確認したね、はい、そしたらあいつ漫画を描いたことないっていうのが理由で参加しないってありますか。もう何も言いたくなくなるよねいや本当に減らず口なんやろ。いやいや本当ね、かっこいいと減らず口生意気ってもうなんか似て非なるもんかもしれんけども、けどね、なんだかんだねこうグリッとこう裏返るやつってやっぱそういうやつなんかなって気はするね。失敗したらとかできないから、うん、やったことがないからやりません、うん、よりかはやったことありませんけどやってみたいですの方がチャンスを与えたいなって思う気持ちは分かります。まずなるよな、はい、うん、なんでまあよくねこう自分のボケずぐらい自分で掘れっていうね、それを、ま、体現してるやつっていうのはなんか強いなっては思うよね。